はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はここ最近 MLB でいろいろと話題になっている粘着物質の問題について個人的な意見なんかを話していこうと思いますが、 MLB がついに粘着物質の問題に本格的な規制を行っていく方針を明らかにしました。現地時間で来週6月21日より投球時に何らかの粘着物質等を使用した選手に対して罰則を与えていくようでして、違反者に対しては年俸の支払いは継続されますが10試合の出場停止処分。試合数としては乱闘より多少重く、薬物使用よりは軽いという感じですが、ただ他の出場停止と違って特徴的なのが、出場停止となった選手をロースターから入れ替えることができない点でしょうか。薬物使用などで出場停止になった選手については制限リストに追加すれば MLB の40人枠から外すことができますので、その選手がいない間の穴埋めはできますが、粘着物質による出場停止ではそれができないと、選手よりもチーム側の負担が重いような処分にも見えますね。10試合とはいえ、この間投手陣が常に1人少ない状態だと相当不利な戦いを強いられますし、基本的に5日に1回しか投げない先発投手ならまだしも、ブルペンで違反者が出た場合はかなりのダメージになると思いますので、チーム側から粘着物質の使用をやめさせる動機づけにもなりそうです。 MLB では歴史的にボールを滑りにくくさせるために粘着物質等の使用が黙認されてきたところがありますが、現在はパワーリフターなどが使用するスパイダータックなど非常に強力な粘着物質を使用してボールの回転数を上げるために使用する、パフォーマンス向上を目的として使用する例もあるようですので、もはや滑り止めとしての用途を超えてしまった以上、 MLB としてもそろそろ手を打たざるを得ない段階まで来てしまったのかなというところが実情でしょうか。確かにここ数年でボールの回転数は目覚ましい上昇が確認できます。こちらは MLB 全体のフォーシームの平均の回転数ですが、ベースボールサバントで公開されている2015年以降のデータをグラフ化してもご覧の通り、綺麗に右肩上がりとなっています。これには回転数が一つ重要な指標であることが認識されて、ピッチャーが様々努力した成果も含まれていると思いますが、その努力の中には粘着物質による効果も少なからず含まれていたのかもしれません。粘着物質の効果については先日科学同人より発売されたアメリカンベースボール革命という本にも軽く言及がありますので、興味のある方は読んでみてはいかがでしょうか。そしてピッチャーの急激な進化にバッターはかなり押され気味です。皆さんもご存知でしょうが、リーグ全体の打率は近年下降傾向にありまして、今季の MLB 全体の打率は現地時間6月15日時点で2割3分8厘、史上ワーストを記録した1968年の2割3分7厘とほとんど変わりません。もちろんここにはフライボール革命に代表されるようにバッターのアプローチの変化も影響しているでしょうが、そもそもバッターがそういったアプローチを取らざるを得なくなったのは、現代のピッチャーがそう簡単に打てるような存在ではなくなったということもあるので、粘着物質の規制はピッチャーのアドバンテージを排除したいという MLB の思惑も絡んでいそうですね。 MLB はエキサイティングなベースボールを目指して今季から飛びにくいボールに変更していますが、予想以上にバッターを苦しめる結果となってしまっていますので、今度はピッチャー側に手を入れようとなった感もあります。ただピッチャー側に手を入れるとは言っても、一応正当な介入ではあります。というのも MLB というか野球というスポーツにおいて、粘着物質に限らず異物をボールにつけることはルール上明確に禁止されています。別にルールを突然変えたわけではないんですよね。あからさまにやらない限りは歴史的に黙認されてきたに過ぎませんので、もともとグレーゾーン、むしろルールでは NG とされている箇所ではあるので、それがじゃあ改めてダメになったからといって文句は言いにくいかと思います。ルールで禁止されている以上は、それを犯した結果は自己責任と言われても仕方ないのかなと。一方でそれはそれとして、たださすがに今回のようなタイミングでのルールに関する運用の変更は少々不可解と言いますか、そのやり方で果たして問題ないのか、ちゃんとルールを運用できるかなど思うところがありますので、多くの人が感じている点と共通する部分もあるでしょうが、個人的な懸念点をいくつか挙げていきたいなと思います。はい、まず一つ目は、そもそもロージン以外の滑り止め、粘着物質などが歴史的に黙認されてきた背景が無視されているという点ですね。これはもうすべてボールが滑るという共通認識があったほかないと思っています。滑るという感覚は極めて主観的な感覚ではありますが、パドレスのダルビッシュ選手なんかは日米でのプレー経験があるため、ボールの差をよく理解されているので、 MLB のボールが滑りやすいことを指摘していたり、またそういった比較ができない選手、 MLB でのプレー経験しかない選手たちであっても黙認されてきたということは、滑るという認識が一定あったんじゃないかと。そうでなければバッター側からもっと早い段階で、いやロージンで十分でしょという話になっているはずですからね。
バッターとしても老人では滑り止めとしては不十分、ボールが滑ってぶつけられてしまうよりはマシと考え、黙認してきた部分はおそらくあるのではないかと思います。そんな話を MLB が把握していないはずもなく、今回の運用変更に際してマンフレッドコミッショナーの声明文でも、これまで歴史的に異物の使用が黙認されてきたことへの言及もありますので、MLB もわかっていたと。じゃあなぜボールの改善もしようという話にならないのか不思議なんですよね。当然ながら滑り止めや粘着物質などが黙認されている状況をパフォーマンス向上に一部のピッチャーが利用したのも悪いのは事実ですが、結局それを許す土壌を作ってしまったのも他ならぬ MLB なわけなんですよね。これが例えば我々 MLB もボールが滑るという状況は理解しているので、ボールの改善には取り組むから、ピッチャー側もそういった粘着物質の類はやめてほしいという歩み寄りだったらもっと理解を得られたでしょうし、話も早かった気がしますが、そういったことは行わず、ボールが劣悪である事実から目を背け、一方的にピッチャー側が悪いと仕立て上げたのはちょっとどうなのよとは思ってしまいます。今回の件でピッチャー側の不信感が募るのもやむを得ない気がしますね。問題へのアプローチの仕方がそもそも悪いのではないかというところが一つ目の懸念です。2つ目はタイミングの問題ですね。開幕から2ヶ月以上経過した6月にルールの運用を変えるのはちょっと理解しがたいなと思いました。別に粘着物質の問題は今年突然始まったわけでもないですし、オフまで待てなかったのかというのが正直な感想です。これについてはレイズのタイラー・グラスナーも同じことを言っていまして、彼はちょうど MLB が罰則を発表した日に肘の靭帯の部分断裂が発覚したんですが、この怪我の一因としてこれまで使えた滑り止め、具体的には日焼け止めとロージンを混ぜたものだそうですが、これがシーズン中に突然使えなくなったせいだと指摘。今までよりも強くボールを握る必要が生じて、それが肘に悪さをしたのではないかと考えているようで、オフにやれと怒っていましたが、これは個人的に納得できる部分もあります。オフシーズンに運用を変えることを通達すれば、ピッチャーたちもそれに向けた準備を時間をかけて行えたでしょうが、シーズン始まってから言い出されてしまうと、グラスナーのような故障を招きかねません。ボールの握りの変化、ボールが滑らないようにするための意識的あるいは無意識なフォームの変化など考え始めたらキリがないですが、故障と隣り合わせのピッチャーというポジションにおいて、こういった変化は決して無視できるものではないでしょう。もちろん結局はルールに反しているから自己責任と言われたらそれまでですが、さすがにかわいそうだなとも思いました。ルールの厳格な運用は必要にしても、そのタイミングについてはもう少し検討の余地があったんじゃないでしょうか。3つ目以降はルールの運用に関するものですが、まず1つ目、何をもって粘着とするかの基準ですね。審判が毎試合これからチェックを行っていくようなんですが、何がダメで何が OK なのかの基準があまり定かではないと。ドジャースのトレバー・バウアーは MLB の発表後に、これはセーフ、アウトと視聴者に問いかける形でボールが彼の手に張り付く動画を上げていまして、でその粘着を生み出しているのが本人曰くロージンと汗だそうで、完全に合法な手段でもこれぐらいの粘着はできることをアピールしていました。それを果たして審判が見分けることができるのか。これができないと結局ルールに反したピッチングをする選手が出続ける、あるいはルールに全く反していないにもかかわらず出場停止になる選手が出てきますので、もしかしたら MLB の中で基準はすでに決まっているのかもしれませんが、ピッチャーも身の潔白を証明する手段がありませんので、チェックを審判に依存している点がルールの適切な運用に際してちょっと不安かなと思うところですね。で、適切に運用されない場合が最後の懸念でして、ルールの有名無実化ですね。結局今までの状態に戻ってしまうと、アウトとなる粘着度合いに明確な基準がないと今のところ考えられていますが、仮に審判が安全めな運用をしてペナルティを受ける選手がかなり少なかった場合は、粘着物質等を使用する選手がまた出てきてもおかしくなさそうですよね。これのいい例が技術を用いたサイン盗みの件で、2017年秋にレッドソックスがアップルウォッチを使って処分を受けた後、 MLB は全球団に対してこういったサイン盗みはするなと通達しましたが、結局はアストロズやレッドソックスがその後も続けて処分を受けたのは皆さんもご存知の通りです。 MLB が本気で粘着物質を排除したいのであれば、ルールの厳格な運用は永続的に行わなければならないでしょう。ただこれまでの MLB を見てきますと、果たしてそれがきちんと実行できるかは疑問が残りますかね。ということで、いくつか個人的な懸念点挙げてきましたが、全体的に行き当たりばったりな感じも否めません。シーズン途中にこのように動いたのも、正直リーグ全体の歴史的な低打率に対応したようにしか個人的には見えません。パフォーマンス向上を目的とした粘着物質の排除には個人的には賛成ですが、その進め方などに関してもう少しうまくやれないものかとも思ったりもします。皆さんは今回の MLB の対応どうお考えでしょうか。
よければコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。